恐ろしいよね、この番組はね。ありがたいですね。しかも、他、この方からあと他のなん情か報さ、も。乗馬のこと、あ、そちらじゃあ。乗馬。エリザベトのがはい。乗馬好きだっていうので、はい。当時の女性はこう、いわゆる横座り乗り、こんなんでよく障害とかで、障害これで超えすたりね。するのできたな。これですよね、横座り。はい。確かにこれ見るともう腰絶対腰言わすだろうって思うんだけど。五郎さんこれやったら今大変だなっ今はてもうダメ。感じだったんですが、これもコメントはい。でいただいてまぬす。るおさんから、横座りの乗馬で結構激しい動きができるのは、横座りするための専用の鞍のおかげですと。で、女性が乗馬している写真では見えませんが、鞍の真ん中に巨大な突起物が起立しており、それに片足を絡みつかせて体を固定していますと。スカートの下は片足だけあぐらをかいたような状態。太ももを巻きつけるように体を固定しているので、馬が大きく動いたとしても体が鞍から滑り落ちたりしません。多分男性には非常に乗りにくい構造ですと。で、スカートもちょっと特殊なスカートだったそうで、馬に乗った時に足を完全に隠して優雅に垂れるように特別にデザインされたもので、馬に乗らずに地面を自分の足で歩く時はそのままだと確実に引きずります。もう乗馬用だそうそうです。だよな。うん、これ絶対引きずるそうよですね。ね、まさりにますね。この絵もそうですね。それで、それで、は？なんか乗り方の。これはちょっとあ、私探してきたものなんですけど、おそらくこういうものだったという。こういう鞍ね。あ、こういう鞍からこういうのが立ってて、はい。これを片足でこう巻くようにして乗って。ですね。で、本当体はちょっとひねるだけで。こうだよ。まあまあひね、今俺、ちょっと怖いよ。ピキッといかまあ、ないペようキッに。と行く、ちょっ競と馬痛の五い郎さんのよ。状態でやるとちょっと、はい。こういうものだったということなんかね、それ2人ぐらいはい。教えてくれる。なんかもう、乗馬やる人なんじゃないかと思って。そうですね。ちょっ今、と。パリで初老ジャパンとか言われあ、てる人たちなんじゃないの、それ。ロージャパンの方ですかね。わかんないけど。で、で、これ前もどこかの回で教えていただいた、基本、キーワードが出てくるんですけど、基本的に当時の貴族が騎乗する馬は束対歩で歩くように調教されているので、上下の動きは心配するほど大きくありませんと。なるほど。で、もうお一人の方、ちょっと読み方これ合ってるかわかんないですけど、リュウシュンさん。女性のサイドサドル乗馬。これサイドサドルっこてれいね。うものらしいんですけど、エリザベートの頃はもう横座りではなく、鞍の前方に膝裏を引っ掛けて軽く腰をひねるだけで前方いや、がこ抜れけだるよ。キックスケーターのような姿勢で、障害競技も問題なくできましたと。長いスカートでのサイドサドル乗馬姿は姿勢が良く、とても優雅で、長身のエリザベートの姿は通りの人を魅了したと思いますということなでるほござど。いました。いや、こういう専門の方が教えていただけるのは専門の方がまた、ありものがすごい速さ、光の速度で教えてくださいますたい。はい。からね。ありがたいことですありがたいよ。ですね。はい、ということでしたね。